パキスタン・タリバーン運動は、パキスタンの連邦直轄部族地域の南、ワズイーリスターンを拠点に、カイバル・パクトゥンクワ州など、アフガニスタン国境地帯で活動するイスラム主義武装組織。ウルドゥ語の意味は、パキスタン学生運動であるが、参加に多くの武装集団を抱える。日本のマスコミでは、タリバーンの故障が、タリバン、もしくはタリバーンで表現されることから、 パキスタンタリバン運動と呼称されることもある。パキスタン国内のタリバーンを支持する集団を統合する目的で2007年12月にバイトラー・マフスードを最高指導者としてパキスタン国内の13のタリバーン系組織が合体して発足した。シャリアに基づくイスラム国家発足が目標であり、パキスタン政府の打倒を掲げている。 パキスタン・ターリバーン運動は、軍統合情報局から直接支援された、アフガニスタンのターリバーンとは直接の関係はないが、2008年と2009年に、ムハンマド・マルから、パキスタン国内での反政府活動より、アフガニスタンでの反米活動を支援してほしいとの要請を受け、TTP 指導部は、ムハンマド・マルや、ウサーマ・ビン・ラーディンとの提携を進めた。これまでのところ、 TTP の活動は主にパキスタン国内であるが、クアリフセインはアメリカの都市を標的としていくと宣言した。2009年にチャップマン基地自爆テロ事件などを起こしたのは TTP である。同年以降、パキスタン政府はワジリスタン紛争で TTP への攻勢を強めている。TTP はアフガニスタン紛争が起こると、 トライバルエリアに逃げ込んだ非パキスタン人に対して2002年にパキスタン軍が行った相当作戦がルーツである。パキスタン軍のワズイーリスターン進行はアルカイダやアフガニスタンのタリバーン相当が目的であったが、ワズイーリスターンの部族勢力及び武装勢力は共同で2004年に反政府の自治を進めた。 2006年10月のアメリカ軍によるバージャウルのマドラサ攻撃が TTP 発足の契機になったとされる。2007年には TTP の存在が公表されると翌年、パキスタン政府は TTP を禁止し銀行口座を凍結した。2008年末から2009年にかけてムハンマド・オマルが TTP に死者を送りアフガニスタン国内に 駐留するアメリカ軍への攻撃支援を要請すると、TTP の指導者であるバイトラー・マフスード、ハーフィズグル・バハドゥル、マウルビ・ナジルの3者はそれに応え路線対立を停止し2009年2月に、統合ムジャーヒディーン評議会を結成した。同年8月、アメリカ軍の空爆で、バイトラー・マフスードが爆死すると、権力闘争が勃発、弟のハキームラー・マフスードが後継者となった。 新体制になって反政府の自爆テロが活発化した。特にシーア派、アフマディーやスーフィーなどの民間人も自爆テロの標的となった。2010年にアメリカは TTP を国際テロ組織に指定。2011年にはイギリスもテロリスト集団としてその活動を禁じた。2012年10月、TTP から脅迫を受けながらも教育を受けられる。 権利を訴えていた15歳の女性、マララ・ユサフザイの殺害を企て、国内外から大きな非難を浴びた。非難はイスラム主義者からもなされ、アフガニスタンの軍閥指導者、グルブッィーン・ヘクマティアールは、女子教育の必要性を指摘し、TTP の行動を非道と批判したが、TTP は、女が教育を受けることは死に値する罪と反発。 2012年12月27日には、パキスタン北西部ペシャーワルの検問所で、地元住民からなる民兵が、パキスタンターリバーン運動の武装集団に襲撃され、23人が拉致される事件が発生。30日には、この23人のうち21人の遺体が見つかるなど、衝突が続いている。2013年6月23日、 ナンガ・パルバット登山のためのベースキャンプ地を武装集団が襲撃、外国人と残客10人が死亡。パキスタン・ターリバーン運動が犯行声明を出す。2013年10月11日、アメリカ合衆国国務省はアメリカ軍がパキスタンで行った軍事作戦で TTP 上級司令官であるラティ・フメフスードを拘束したことを発表。同時に、 2010年にニューヨークのタイムズスクエアで発生した爆破ミスイ事件への TTP の関与を認めた。2013年11月1日、二代目最高、指導者のハキーム・ラーマ・フスードがアメリカ軍無人機の攻撃により死亡した。同月7日、後継の指導者にマウラーナー・ハズルッターが選ばれた。2014年1月9日、 パキスタンで最も勇敢な警官として知られた、チョードリー・アスラム警視を遠隔操作の爆弾で暗殺した。2014年6月8日のカラチの国際空港襲撃事件では、ウズベキスタン・イスラム運動と協力。10月14日、有力幹部6人が過激派組織アイッセルの参加に入ると表明した。他にもイスラム国を支持するメンバーが出ており、 専門家からは、パキスタン・ターリバーン運動は、分裂を重ねて弱体化するとの見方が出ている。12月16日、ペシャワールで軍の運営する学校を、襲撃148人を殺害した。うち132人は生徒であった。これを受け、ナワーズ・シャリーフ首相は2008年から執行を、停止していた死刑制度を、テロ関係者に限り適用することを明言。 事件後数週間で500名以上の執行を行うと過激派に対し厳しく対処する姿勢を見せた。TTP 側は声明でファータにおける民間人に対するパキスタン軍の攻撃への報復を襲撃の理由とした。2018年6月15日、三代目最高指導者のマウラーナー・ファズルラーがアメリカ軍の小型ドローンの攻撃により死亡したと発表された。 2019年4月12日、パキスタン・バルチスタン州のクエッタで、ハザーラ人を標的とした自爆テロが発生。後日、パキスタン・ターリバーン運動の一派が、シーア派を対象にテロ攻撃を続けているラシュカレ・ジャングビと共同で行ったものとして、犯行声明を発表している。2021年4月21日、TTP は、 クエットのセレナホテルの駐車場で爆弾を爆発させ、5人が死亡、12人の負傷者を出す、テロ攻撃を実行した。この事件は、中国大使を標的としたものとされる。2021年8月15日、タリバーンのアフガニスタン制圧に伴い、過去副指導者を務め、TTP の中でも、比較的恩恵派と考えられているファキール・ムハンマドが、 カブールの刑務所から解放された。ありがとうございます。